どうもこんばんちは、キシトです。大人でもプリキュア続きやっていきたいと思います。で、こいつかはたき、あと豚カバゴンっていうのもいいんだよな。どこにいるんだっけこいつ。病院の心のダンジョンか。病院の心のダンジョン、こいつがちょっと強かったんだよな。こちら辺とはどうなんだろう。でも強そうだよな。このサメは多分下のところだよね。あの海か、フカヒレザメ。アパート屋上、星を呼び出してよ。おや、自分の家じゃん。カサカサブラザーズ、大した悪党ではない。大きなお兄さんと私の綿あめが取ってかれました。げんこつされて炭鉱ができました。ひどい。俺は意外なのに血圧が290だったことだ。それはヤバすぎる。9000か。9000は安いんだな。繁華街、後ろにあるやつにしては安いな、多分。話を戻そう。35000、多分強いな、これ辺は。あー、そう、繁華街にいる。そや、クラッカー10個持ってこいが言われたんだよな。繁華街にいるらしいぞ。繁華街はどこにいるんだ。ゴミ収集車でございます。ん？あ、こいつら。たあ、悪さも含まれだよ。とっとと刑務所にお入りなさい。刑務所ね、とっととお家じゃないのね。兄貴、なんか言ってるよこいつ。前たちは大物になるでゴンス。こんなところでは立ち止まれないゴンス。前たちの波動の前に立つ者は蹴散らすでゴンス。もっともっと有名になるためにもっともっと悪事を重ねるでゴンス。他者は奪われるためにあるでゴンス。ゴンス、ゴンス、うるせえな。なかなかの負の感情だ。いいエネルギーになる。今こそ解き放て。ダークソ、ダメダメだからね。ただでさえ強いのにもっとややこしくなっちゃうんだから絶対にやめてよね。猛録したきゃ気はせんじゅ。あんなのは大したことないぞ。ダックルももちろん強いけど、悪い子としてのし上がろうと考えるだけあって向こうも結構強いと思うよ。くわ、気はせんじゅ。そこで刮目するがいい。我が格の違いを見せてくれる。ダックルさんが結構本気になりました。何それ。お、ダックルの本気を見せてくれるわけだ。あー、なんかあれだね、黒い玉ついてるね。4091。おかしいだろ今の。やばいやばい。ダックル強すぎる。これさ、ダックルありきでの戦闘じゃねえ、このボスとか。やばい、経験値超うまい。バケモンだろ。やばいね。あー、打撃、反撃。
この辺なんか買っといた方がいいかな。打撃半減、打撃斬撃半減買っとくか。一つはどうだろうな。射撃もよくわかんないけどな。なんかこの二つ買っといた方がいいかもしれない。打撃はなんか使えそう。なんかクラッカーってどこにあったんだっけ。この辺は、あいつにクラッカー持ってたらどうなるんだ。あ、これか。10個持ってこいそうだよな。買ってってみるか。何があるんだろう。クラッカーだな。おう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 。何これ。敵全体に音属性のダメージ。それだけ？てかあれ剣なんか手に入ったよね。オーロラの、うわー強い。プラスに、21だ攻撃力。強えな。よし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 、いいぞ。 25G か。もう強くなってんじゃないこれ。あとどうだろう。マンションも星を呼ぶとか言ってたけどさ、ちょっと休みたいよね。ただいま、ダックル、ここが私の部屋だよ。休む。体力がやばい。いらっしゃい。外へ。屋上だろ？こいつか。スターダスト原人、強そう。ストップストップ、人の家の屋上で何してんの。隕石を呼び寄せているのです。ご心配なさらず、俺の隕石は小さなサイズなので、そこら辺りが倒壊するだけです。絶対にさせないからね。占いの邪魔はさせません。私の日常も邪魔させないよ。勝てんのかこれ。オーロラの剣、ツバメ返しやってみよう。チャージランサー。あ、強えな。これ多分勝てねえわ。これはちょっと今のレベルじゃ勝てない。あれだね。屋上、病院の、病院はさ、心の世界、あ、入れるね。ここにいるっぽいけどな。もう一人敵は多分病院の敵は弱いんじゃないかな。最初の敵でしょ。だってこれなんかどっかで寝てるらしいけど、これか。カバヤン、でっかい。でも本当に何の生き物なんだ。豚カバゴン。ダメだ、鳴き声を聞いてもわからない。そもそも鳴き声が独特だし。ピロピロピロペレ、なんじゃそりゃ。謎。別の技を、やっぱ剣だよな。でも二段突き、うわ強っ。これも勝てなくね、勝てなくね。あれって物理かな。物理属性だったらワンチャン半減、あれってアイテム？これこれ
体装備、体装備、体装備でしょ。これアイテムなの。体装備、装備欄になくない？あ、ここにあったか。普通の、あ、場所にはないんだ。決まってんだね。なんか打撃かな、あれ。一回、ちょっとこれで行ってみるか。半減できるんだったら、まあワンチャンダックスがいれば。あ、ここにいた。ランダムか。多分ね、キュアセンジはそんなに役に立たない気もするんだよな、正直。HP の差がだって1000以上あるからね。どうだろう。9000くらった。あ、弱い。あれをやったらないと弱いぞ。あ、倒した。雪の白鷺。おいおい、強そうなのまた手に入れちゃったよ。これは槍でしょ。45 いいっすね。いや、さっきのなんか地震みたいな攻撃やってこなかったら弱いじゃん、あいつ。さっきなんであんな連発してきたんだろう。あ、すり抜けられた。いや、ダックスがマジで強すぎる。チートでしょ、こいつ。レベルさ、まあもうそんなに、まあ、つってもあれだけど、大差ないけど、多分ね、強さが全然違うんじゃないかな、ほら。結構ステータスも差があるし、こいつらは戦っても全くうまくないから、ちょいとスルーさせていただこう。はい、スッキリ。ここはもういいから出る感じですか。OK。よし。一回、そうだな。あ、そっか。報告に行かなきゃダメだ。サブレートアオフィスで、報告！お金くれい！5000字。9000もらった。そんなもんか。いいぞ。19000。あとなんだ、なんか港の方って言ってないんだよね。槍。チケット。あ、そうだ、これ。いろいろいけるんだよね。ガラガラ浜駅、ガラガラ。浜駅。ちょっと待ってね。反戦模型。うん。バレているよ。どうしよっか。ガラガラ浜駅、浜駅って言ってみようか。行ったことないから。これは、ガラガラ浜や。あ、いいよ。一回行ってみよう。お。貝殻だ。貝殻だ。錆びついた鍵？錆びついた鍵？古い時代の鍵だ。なんだそれ。貝殻だ。貝殻。54、お、お店がある、待って。
うお、ドラゴンみたいのいるんだけど。こいつ、あれか？ここからはいける。可愛らしい花だ。66。綺麗な石だ。可愛らしい花だ。77。なんかはまってる。不思議なチケット H。不思議なチケット H？ なんだそれ。お？紙製なのにほのかな光を放っている。なんだそれ。とかよく見つけたな、俺。いや、なんかこの青いやつがなんかアイテムかなと思ったら、あれか、普通に花だった。でも調べたらなんか、不思議なチケット H みたいなやつに入れた。あれはあれだな、危ないやつだろ、きっと。ガラガラ浜だよ。そういう意味のガラガラ浜。お、お願いします。日焼け拾ったよ。磨いてどうなんのこれ。ピカピカです。ありがとう。光り輝く石になって帰ってきた。買って、何か今、光り輝く石？光り輝く石？まるで光を溜めているかのよう。でもただの綺麗な石。何か意味があるのだろうか。これはやばいやつじゃない？セミしとこうか。うわぁ、なんじゃこいだ。あ、こいつがカンカンザウルスか。こいつ多分やばいやつだな。多分これ死ぬぞ。強すぎ。こいつか、カンカンザウルス。ここにはじゃあ、もう用はないかな。戻る。じゃあ、もう一個の、あ、これあれか、潜水のあれか。あいつどうにもならないの？航空スクリュー。まあ、これ多分使い捨てなんだろうな。いっぱい買っといた方がいいのかな、これ。邪魔なものを溶かす。なんか10個ぐらい持っとくか。4個ぐらい買っとこう。ああ、食堂か。なんもなかったっけ、ここは。はいはい。食材ね。あれ、黒い猫みたいな、いたっけ？お、フレイムブレード。22か。闇夜のカラス、いや。俺、もっと強いの持ってるからな。これはまあ、あれだね。一応これ、もう2つぐらい買っとくか。なんか、あと2人ぐらい仲間になりそうな気もしないかな。わからんけどな。もう一個の島行ってみるか、じゃあ。オワイハフ。お、ここはなんだ？兵隊さんのトロピカルジュースだよ。お、トロピカルジュースだって。いいね。まあ、今はいらないか。ふふ？何？どうしたの？え？笑ってるだけ？何もない？ 59。 私もバカンスしたい。脱ぐだけね。いや、水着ないんですよ。泳いで渡れる？泳いではきついみたい。こいつあれか？ここにもなんかボスいるんだよね、確かね。いたんだよね。こいつは普通のカニか？オブジェクトか。
あの奥にいるやつがなんかボスか。綺麗な石。うん。ここも光ってる。蝶の姉。バー、グッバニング。サンキューバニン。何のノリだよ。綺麗な石。水着のお姉さん。コントローラーがキーボードの確率。はいはい。俺コントローラーでやってっからね。はいはいはい。イエーイ、サビついてる鍵。なんでこんな、あ、滝ゲームラー入るとなんか興奮するよね。俺もテンション上がるの上がる。ディズニーランドの、カリブの海賊じゃなくて、なんだっけ、ド忘れした。竹の裏に入る。ジャングルクルーズだ。竹の裏に入るときテンション上がるもんな。ウーって。これでボスでしょ、多分。やべ。3人いる。マッスル信者。強そう。週1。週1が一番弱そう。お腹ポッコリしてるもんだって。強っ。いや、なんか消えた。あ、でもこれいけそうだな。なんか俺消えてるんだけど大丈夫。 OK。 あ、倒した倒した。意外にいけたな、この。え、連戦なのこれ。連戦は効いてないな。連戦？待ってください。ちょっと回復。あぶれ。マジかよ。暑苦しい。3連戦。いやー、チェンジはきつい気がするけどな。回復するな。多分1位勝ったら死ぬ気がする。普通に殴っ、いや、チャージアンスの方が強いかな。そうだよな、やっぱり普通に強いよな。勝ったー。3連チャンか。最後の一撃にかける。いや、これいけそうだけどな。いや、ちょっと難しいなぁ。いけそうっちゃいけそうだ。いや、後回しにするか、これ。一回、海、潜ってサメ倒すか。あ、あれか。潜るのはこっちか。潜るんです。サメってどれ？これではないよね。あ、普通に雑魚敵湧くのこれ。1万。これ？フカヒレザメ、これか。あ、カジュアルなのに気をつけなきゃ。チャージランサー。弱い。オッケー。これってさ、スクリューとかって
あ、そういうことなんだ。何これ、タコ、タコなのにヘビがいるんだけど。タコ食種もどき、タコちゃん定食。あ、経験値うまいな。でも、あ、なんか無限に戦えるみたいな感じか。クラゲかもしれない。これは、あー、潜水アームってこれに使うんだ。 MP の元、これも敵？敵か。海犬、海犬って何なんだ。よーし、ハエ高速。いいね。邪魔だ。意外と痛えな。ここは何？ああ、あれか。お、潜るんです。ああ、なるほど。一回あれか、潜ると。うわ、でけえ、すげえでけえサメいた。一回回復するか。これ大丈夫？戦って。クラ、シャークオン、ミスらないでほしい。新しい技よ。9377。2299ももらってんの、経験値。うますぎないか。あ、これ錆びついた鍵。メモが入ってる。魔法使いの杖プラス3を入れてみよう。魔法使いの杖、こいつ何？これも雑魚的なのかな。何これ、深海竜。超強そうなんだけど。スパイラルチャージ、チャージなんすよ。うわ、まひられたな。回復どうな？強っ、危ね。あ、そういう感じの、あれだっけ。これはちょっと危ないな。いや、それはちょっと逃げるわ。潜水艦、この下のこれ何、これ、渦へ飛び込む、海底。あー、はい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 、戻ってくるのね。了解了解。一回ちょっと戻った方が良さそうだな。はいはい、あそこは戻る場所なんだね。で、回復もしたいし、まあ、スクリューとあれの用途が分かったね、使い道が。で、魔法の杖3が欲しいっていう感じだったな。これか。なんかこれさ、何本かいるんじゃなかったっけ、強化するのに。これだ。魔王使いの杖、プラス1。まだいるのか。なんかあと4本ぐらいいる感じじゃなかったこれ。あ、まだいる感じだな。あと1本いる。あれ入れて意味あるんだったら買うけどさ。
よし、魔法使いの生産一応と使ったぞ。作っといて、まあ回復もしたいから一旦マンションにまた帰る。ああでもオフィスで一回報告だけしとるか。はいよ。フカヒレザメ安いんだよね、1000。オッケー、よーし、タックル俺の部屋で休むぞ。すっきり回復。よし、セーブして、はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦この辺でね終わりにしましょうかね。ぜひともねチャンネル登録高評価などもよろしくお願いいたします。次回もよかったらねまた見に来てくれたら嬉しいです。それでは